私たち夫婦はギフトは絶縁してて、次に会うとしたら、葬式の時だと思っていたら、亡くなったことを知らされず、葬式にも参列していない。義母は結婚前に亡くなっていた。義父と同居していた義姉夫婦は、知らせるな。と、生前から強く言われていたそうで。四十九日が終わってから、相続放棄するよう書類を送ってきて、初めて知った。義姉は、夫が長男なのに、長男らしいことを何もせず。おかげで、自分が、父親の面倒を見なきゃいけなかったことを恨んでて。手続きが終わって以降、法事にも一切呼ばれないし、行く気もないが、義姉とも絶縁状態が続いている。ちなみに、私たちの住まいは教えていなかったが、相続にあたって、地方書士が調べたそうだ。絶縁のきっかけは、結婚して2年目に、私に子宮体がんが見つかり、摘出しなければならなくなった時の、あまりに無神経な言葉の数々。特にひどかったのが、そんな出来損ないもらうぐらいなら、結婚させなきゃよかった。今からでも離婚しろ。そして、お前、夫は、誰でもいいから仕込んでこい。結婚するなら、妊娠を確認してからだ。実際はもっと下品な言い方だった。これを手術後の病室で、それも、しばらく面会に来ないでほしいと言ってたのに、ずかずかやってきて言われた。私は子供が欲しかったし、夫も子供好きだったから、手術自体がものすごくショックだったけど、そうしなければ死ぬかもしれない。私自身、まだ気持ちの整理がついていない時に、そう言われた。あの時、まだまだ攻撃を止めない義父を、夫が殴って絶縁を宣言しなかったら、どうなっていたかわからない。義父から言われた言葉から立ち直るまで、時間はかかったけど、支えてくれた夫のおかげで、どうにか立ち直り、数年後には、兄のところに生まれた第三子を、養子に迎えた。男の子が二人いるところに、三人目も男の子だった。幸い、私の実家、兄夫婦ともいい関係で。今は、大学生になった息子も、実親や養子の件は理解しており、兄の息子たちにも、弟として可愛がってもらっている。そんな折、突然訪ねてきたのが義姉の夫。いや、元夫になっていたが、義姉夫婦には男の子が一人いて、遠方で就職して結婚もしたらしいが、母親を嫌って全く家に寄りつかなくなっているらしい。結婚も親に紹介すらせず、いつの間にか入籍していたそうで、義姉の元夫は子供が結婚するまではと我慢していたそうだが、それを知って、もう、夫婦でいる意味もなくなり、離婚を申し出たんだとか。離婚して故郷に帰って、お兄さんと一緒に、農業をやるとか言ってたが、その前に、どうしても私に会いたかったと言って、訪ねてきた。そして、あの病室での一件の時、そばにいて、ただ立ってるだけだった自分が、ずっと情けなくて許せなくて。妻、義姉の暴言を、制することもできなかったことを、ずっと謝りたかったって。ずっと、心の隅で引っかかってたって。義父から言われたことが強烈すぎて、その時まですっかり忘れてた。義姉、お父さんが言ってることは間違ってない。本当なら、弟からじゃなくて、あなたから離婚を切り出すべきだった。ああ、そういえば言われたわ、そんなこと。せっかく忘れてたのに、何を思い出させてくれてんのよ。と、少し腹が立ったけど、もう終わったこと。正直、義姉の夫の存在など、私には、いないも同然なんだけど。謝るというなら、それで楽になるというなら、受け入れることはできる。子供が産めない女は、価値がないかのように罵倒した義父を、肯定したあの女は、子供にも嫌われ、夫にも嫌われ、今は、一人で、何を思ってるんだろう。ねえ、今どんな気持ち?と聞いてみたい気もあるが、触らぬ神にたたりなし。